ちょっとこの絵やばいかも。じゃん、ダイソーで発見しました。トリプルワイド串。これで今日は串焼きにしていきます。安全対策のゴムキャップもついてるし、ダイソーさん最近アウトドアグッズ本当に優秀ですよね。3本一気に刺すのがちょっと難しそうですけど、野菜がくるくる回らなくていいかもしれません。ネギを刺す、いい音がしましたね。鶏のもも肉です、マキシマムで1日漬け込んでます。先ほど山でヨモギを取っておきました。これを鶏肉に、挟んで巻いていこうと思います。はい、これとろけるチーズです。じゃあ巻いていきますね。よいしょ。トリプルワイド串にブスッと刺していきますよ。よいしょよいしょ。なんかボリューミーになってきた。最後にネギで挟んで完成です。イエー、これはちょっと楽しみです。みたらし団子を買っときました。大きさの比較用と思ってください。わかります、これわかりますよね。この規格外の焼き鳥感、
炭もそろそろいい感じでいこってきましたね。焼き鳥乗しちゃいましょう。次はね、豚バラ肉、これをやっちゃいましょう。豚バラ肉はちょっと刺さりにくいね。まあもともとこのトリプル串野菜用だから仕方ないか。よいしょよいしょよいしょ。いい香り。ここですかさず追いマキシマン、ユケイマキシマン。そして乾燥ローズマリー、肉の臭みをいい感じで消してください。そしてこいつを忘れちゃいけませんよね、ガーリック。ガーリックはね、正義なんでいくら振っても大丈夫です。うわー、たまんねえなこの音。セブンイレブンのジャイアントポークフランク、比較用に買っちゃいましたが置いときます。あー落ちちゃった。うわー、汚れてもうた。とりあえず拭いとこ。まあ、ついてるのは灰なのでいいでしょう。またやっちゃったよ。ちょっとこの絵やばいかも。皆さん気にしないでくださいね。さてさて、そろそろ中も焼けてるんじゃないですかね。確認してみましょう。おお、豚肉の中もいい感じですね。めちゃくちゃこれうまそう。やば。さあ最後はもうチーズ。トレイをかぶして上からも熱が回るようにします。さてさて、どんな感じでできてるかな。うおー、めちゃくちゃとろけてるじゃん。ひよひよじゃん。2つとも完成です。イエーイ。じゃあちょっとずっと皮で冷やしてたノンアルでもいただきながら食べます。ではいただきます。最高。焼き鳥いただきます。うん、あ、うん、あ、よもぎのよもぎの香りがすっごい出てる。あ、うまっ。うん、よもぎとチーズがめちゃくちゃ合う。チキンチーズだけでも美味しいのに、それマキシマムで、ニンニククラッシュ、あ、クラッシュじゃない、ニンニククランチ。そして最後にまた追いチーズ、これめちゃくちゃ美味しい。ネギの風味もなんか鶏に乗っかってます。すごい美味しい。うん、じゃあ次は
豚バラ、これベーコンに作るやつ、使うやつ、これです。じゃこれもガブリといっちゃいましょう。ご飯、おいしい。幸せ、めちゃくちゃおいしい。なんだろうこれ、今まで食べた、満足。ごちそうでした。めっちゃ満足。ディー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 。充電もできたし、現実社会に戻ります。